PPD-34-38 は1934年及び1938年にソビート連邦で開発された短期間銃である。PP とはロシア語で短期間銃を指すの略称であるのラテン文字表記であり、D とは開発者であるデグチャレフの頭文字である。短期間銃が注目され始めるのは第一次世界大戦末期のことで、 ドイツ軍が残豪戦に MP18 を使用したことから始まる。そのため各国では、大戦後、短期間銃の開発が盛んに行われることとなり、ソビエト連邦も例外ではなく、軍部で短期間銃の研究が進められた。ソ連での軍用短期間銃の研究は、当時の文献から第一次世界大戦後の1926年頃からとされ、 本格的に研究が開始されたのはもっと後とされる。重疑史であるデグチャレフ技師を中心に開発が進められ1934年には初期型である PPD-34 短期間銃を開発し1935年にソ連軍により正式採用、その後1938年に PPD-34 を改良した PPD-38 短期間銃が 翌年の1939年にソ連赤軍で採用されている。機関部の動作機構は、ドイツ製短期艦銃である MP18、短期艦銃を参考にブローバック方式を採用し、断層には25発用の箱型断層を使用していた。その後、冬戦争でフィンランド軍が使用していたスオミエム1931のドラム式断層に軍部が注目し、 PPD-34-38 専用の71発ドラム式断層が製作されている。しかし、ドラム式断層は頻繁に球弾不良を起こしたとされる。この不具合はその後の後継である PPD-40 短期間銃で解消された。弾薬にはトカレフ製拳銃などに使用されていた 7.62mm25 トカレフ実砲を使用。 銃自体も耐久性を重点において設計されているためかドラム断層をフル装填した時点での PPD-34-38 の総重量は 6.0kg 前後と他国の短期間銃と比べると非常に重たかった。ただし体格の良い,いスラブ民族にとってこのことはさほど問題にはならなかったとされる。p p d 四三十八は その後、後に登場する、PPD-40 短期間銃や、PPSH-41 短期間銃と共に、ソ連赤軍内で広く配備され、独ソ戦では、ドイツ国防軍も露覚した本銃と互換性があった 7.63X25mm マウザー弾を使う MP714 の名称で大量に使用されている。ありがとうございます。